みんなこんにちは、アテナくんだよ。黄色と黒の模様、蜂ってどうしてあんなに目立つ色をしているんだろう。今日もミツバチのお姉さんにお話してもらったよ。こんにちは、今日はどんなお話を聞きたいの？蜂ってどうしてあんなに目立つ色をしているのかって？確かに黒と黄色の模様って目立つわよね。どうしてだと思う？私たち蜂は針で他の生き物を刺すわよね。刺された生き物はどう思うかしら。痛い。そうか、あの黄色と黒の模様の虫は恐ろしいのか。あれを食べようとしたらひどい目に遭うぞ。そう、そう思って私たちに攻撃しなくなるのよ。つまり自分を守るためにあんな目立つ色をしているの。お、餌がいる、食べてやろう。いや待てよ、確かあの模様は針のあった蜂だ。刺されるかもしれない。とんでもない、食べるのはやめだって。他の虫でも身を守るために蜂そっくりの生き物もいるわ。他の生き物に蜂と勘違いさせて狙われないようにしているのね。一部のアブの仲間や蚊の仲間なんかがそう。針なんてないのにね。ミツバチさん、今日もありがとう。そっか、あの黄色と黒の模様にはそういう意味があったんだね。そういえば工事現場の看板も黒と黄色だね。黒と黄色ってなんだか危険な感じがするよね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。